ハタジャムデッキで食べる果実ゴロットサンデー350円、マンゴー、マンゴー味、はい、はい、じゃあ実際いただいてみましょう。お味のほどはいかに。合わないわけがないよね。普通に美味しい。どうぞどうぞ、ガッちゃん。こんにちは、ガッちゃんです。今日は青旗ジャムデッキに行きまして、ジャムの手作り体験に行ってまいりました。それでは行きましょう。糖度計を使ってちょっと皆様には糖度の確認をしてい
こうかとしていただこうかと思います。甘さのチェックですね。で、青いところとピンク色のところの境目の部分が糖度となります。だいたい68ぐらいから、まあ、72、3ぐらいかなっていう単位であれば大丈夫です。で、今の糖度はちょっと覚えておいてください。こんな感じで皆様にはあと2回糖度を測っていただこうかと思います。大丈夫ですかね。ありがとうございます。じゃあもしまた分からないこととか困ったことあれば声かけてください。うちも下がった。1度下がった。足が変わったのって皆様分かりますか？はい。で、これは、皆様今糖度を測っていただくとほとんどの方が一度糖度が下がってますよね。これはさっき言った浸透圧の関係で荷重が出てきたんです。で、荷重が出てきたので水が出てきたようなものなのでちょっとずつ糖度が下がってきました。で、糖度が下がったことによって食べやすくなったというのもあるんですけど、果汁なんで酸味もありますよね。砂糖とかのバランスが整ってちょっとこうすっきりと食べやすく変わってきました。鍋の中にレモン果汁を全部入れてください。では今度は糖度計を使って皆様糖度の確認をお願いします。で、糖度が60、1、2、3、4、5だった方はもう OK なので電源を切ろうかと思います。一番右の電源ボタンを押して電源切っておいてください。で、高かったり低かったりした方はもう一度しっかり混ぜて測り直しをしてください。もうこぼしてる。すげえこぼしてる。だま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 だ。で、OK ですね。じゃあ、こうやっていただいて、ちょっと皆さんが揃うまでお待ちください。多いですね。多いよ。一瞬サッと拭いていただくぐらいで大丈夫です。大きな果肉がなければ大丈夫なので、サッと拭くぐらいでお願いします。念入りに抜きすぎるとジャムが冷めていって次の工程うまくいかなくなりますので、さっと拭くぐらいでいいかなと思います。拭いた方は蓋に水気があるので軽く払っていただいてまっすぐかぶせておいてください。じゃあ皆さん一緒にやっていきますね。瓶から持ち上げて蓋落とさないように気をつけて瓶から持ち上げてみてください。まずは蓋がまっすぐかぶさっているか見てください。かぶさってたら力を入れずに軽く時計回りに回してみてください。途中で止まったところがありますよね。ここから張り締めします。5ミリぐらい力を入れてキュッと締めてください。女性の方、多分力がちょっと弱いので2、3回キュッキュッと締めてみてください。はい。じゃあ今度は瓶の底と蓋を両手でこんな感じでしっかり押さえてください。片手でやると蓋が開いてるときに全部こぼれるので必ず両手でお願いします。で、まだひっくり返している途中に音がしたりだとかジャムこぼれるようなことがあれば蓋が開いてるということになりますので、それ以上は続けずにお待ちいただけたらと思います。じゃあ一緒に3回ひっくり返していきますね。いきます。1回戻す、2回戻す、3回戻して開けてしまうです。皆さんいい音してましたね。バッチリですね。はい。あ、不安ですかね。わかります。じゃあちょっと蓋失敗してたら新しい蓋でやり替えてみようと思うので、蓋を開けていただいて、あ、こっちですかね。すみません。みんなこっち見てたからこっちかと。蓋を開けていただいて、はい、開けてください。で、新しい蓋こっちでやります。
ました。ありがとうございました。では続きまして、ビデオ。いただきます。いただきます。食べちゃおう。実食いただきます。すごいんだよね。サマーボトルって多分ね、こう時期によってそうそうボトルが違うっていう。開封いきまーす。おい。いい音鳴った。あいいね。おお。いい香りだーこれー。ああ。高田の。あ、そうか。この間目つけてつけとこうか。うん、つけとこつけとこ。そうそうそう。そしたら。はいはい、なんか、ね、あ、本当だ、ジャムというにはちょっとあれだね、まだヤバっぽい感じだね、うん、俺も結構硬いぞ多分、だからヘクサの果実が多いんだよ、ね、果実がやっぱ、ほら、サラサラしてるもん全然違う、ちょっと触ってみてさらしてよ、何でしょ、果実だ、そんな潰してないでしょ、一番潰してんだ、ああ、そういうことね、ドロッと感強い、次ガッチャンは硬いもん、ほら、ああ、弱いね、ゆるゆるだもんね、うんうん、今潰そうか、果実今ですか、そのまま食べよう、いやいや、それいいんじゃないですか、でもじゃあ、おのおのパンを取っていただいて、いただきます、いただきます、まずは自分のパンね、そうね、そうね、うん、ジャムなんか何年ぶりだろう、ジャムパン、いい色じゃん、じゃあ綺麗に色もいいよ、すごいね、じゃじゃーん、テカテカツヤツヤ、テカ、もっとカメラ近づく、うん、はいはい、これな、この味いいね、いいね、いただきます。いっぱい続けよう。たっぷりとね。うん。うん。うん。うまっ。うまいぞ。なるほど。あ、口当たり優しい。なんだこのまろやかな感じ。うん、初めてかも。うん。まるでちゃんと売ってるものを買ってきたんだ、うん、うまい、なんだろうな、もうちょっとね、ジャムってジャムと独特の酸味があるんだけど、俺には今回は酸味を感じないな、ガッチャなんだ、うん、もっとガッて、もっとガッていっちゃっていいですよ、うん、あ、これで、ね、大丈夫、あ、大丈夫ですよね、うん、ガッてきました、ガッチャだけど、ありがとうございます、あ、ボリューミーすごい、口の中なんかやっぱ果実のあの割り方がここまで変わるんだ、と見た目わかるもんね、見わかるかな、うん、わかる、これ持ち上げたらすごいわかる、こんな感じね、これヘクサン浅くね、ね、これガッチャ浅くね、あ、難しいかな、うん、ドロッと感がてか全然違う、うん、こうやって立つもんね、うん、なんかね、こっちは俺でもほらほらほら、そのスピードが全然違う、うん、すげえ、うん、粘度が高いよね、うん、うん、これほんと違うんだな、これ触った感じが、うん、一番やるかよね、もう一番やるか、うん、潰しまくったからねでも面白かった、このジャム作りって、ね、面白い面白い、うん、すごい個性出るんだってね、こういう系のこっち届け面白いね、面白い、うん、はい、ごちそうさまでした、はい、いやー俺のジャムの方が美味しいな、え、うちのが一番でしょ、ねえヘクさん、おおおお